皆さんこんにちは、加藤彩奈です。今日はハンバーグに見える玉ねぎで、何て言えばいい、違うな、これじゃねえな。玉ねぎを焼いただけなのにハンバーグに見える料理を作っていきます。意味わかる？うん、わかる。いや、パッと見はハンバーグだけどさ、こっちの方がさカロリー少ないし安上がりやん。では先に玉ねぎのこの端っこかな、端っこを軽く切って2分の1にカットします。ここ半分にカットします。この料理は簡単なんです、なんですが晩ご飯にもぴったりだし、ビールとかハイボールのおつまみになります。え、玉ねぎなんだけどハンバーグに見える？見た目はハンバーグに見えるよ、本当に。まあ、できてるからの楽しみ。なんか危ねえな、おい、大丈夫かおい。この玉ねぎ硬いよ、特大にしたっけ、危なかった？うん、大丈夫です。怪我しません。玉ねぎは何？それこのまま使うの？それで何、それがハンバーグに見えるの？そうなんですよ。まあ見ててくださいよ。参った、本当なんです。これが立派なおかずになるんです。こんな感じかな。はい、なんか大きさバラバラですが、こういう感じに半分に切ります。今回使ったのは玉ねぎ2つです。ちょっとうちは特大サイズ、 LL サイズの玉ねぎだけど、でこれをサランラップを巻いてチンします。レンジで出た、得意のチン出ました。得意のチン、得意のチン、600ワットで5分チンします。得意のチンで、ここでソースをこの間に作っていきます。はい、みんなが大好きなシーチキン、シーチキン入れて、シーチキンを入れます。でマヨネーズ、マヨネーズ、これはもう目分量でいいです。味見しながら、合わせ味噌、合わせ味噌です。はじめいいですね。で、ここで混ぜます。うん、あー、うん、これだけでも美味しいよ。なんかこれ、量少なくないのこれ。でも玉ねぎの上に乗せるだけだっけ、こんぐらいでいいかな。これもハンバーグ見えんの？これを固めてハンバーグにするわけじゃないんですよ。これをチンした玉ねぎの上に乗せるんです。いや、だからそれで見えんの？見えるんです。楽しみにしてください。あっと驚く簡単見た目ハンバーグ、食べてびっくり玉ねぎ料理ができるんです。楽しみ楽しみ。今日はチーターにお寿司をごちそうしました。自分のお給料で。ありがとう。全然美味しかったな。うん、美味しかった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 。でもお寿司屋ではなお酒飲まんかったっけ。うん、今回飲まなかった。いつも飲むんだからな、うん、そうだから、ちょっと今日はお寿司屋から帰ってきての夜の晩酌です。一人の熱い、ちゃんと玉ねぎそれで煮えてるの。煮えてる、煮えてます。あ、煮えてます。こっちの方が大きすぎて開きました。ではここで2個だけちょっとやったら、うん、先に濃い玉ねぎ2つ見せます。
せるじゃん。で、ここにさっさっいいよ。さっきのこのシーチキンとお味噌とマヨネーズのソースっていうのかな、この水煮をきれいにのせていきます。よし。で、ここでチーズをのせていくんです。あー、焼くんだろ。これで、うん、それで焼いたら分かんねえな、ハンバーグ。そう、ぱっと見ハンバーグっぽいじゃん。はい、ここまでできたらこれをオーブンで焼きます。あー、いい感じにとろけてきとる。おお、ついてきました。ブクブクしてない、チーズが。なんか餅見てる、ひとりとじゃろ。うん、はい、できました。どうですか。で、ここで仕上げにバジルとか振って、これそれっぽくしたら出来上がり。ちょっとじゃあ味見していいですか。いいよ。いただきます。うわっ、めちゃくちゃ甘そう、めちゃくちゃ甘そう。あ、柔らかい、柔らかい。玉ねぎ、えらい味だ。崩れたけど、ダメだ。もうビールの継ぎ方下手だし、食えば好きだし。熱すぎて、熱すぎんだろ。だから言ったやから。ちょっと熱すぎて吐きそうなっただけだっけ。もう一回やらして。うるさいな。オープン。だからすぐビール飲めじゃん。うまそう。あ、うまうま。これ大成功じゃん。じゃあやっぱりあれなんだな、小野くんの料理大成功じゃん。玉ねぎが甘いのがうまいんだな、きっと。それにあの味噌味がマッチしたんだろう。グー、うまい、最高です。小野くん、ありがとう。みんなもぜひ作ってみてください。ではまた来週。バイバーイ。